累計発行部数は3億2086万6000冊、その時点でギネス記録に認定されてるんですよ。1000億の市場を作り上げている小田先生の収入が、どうしてなんだ、まったく、なんで飲めないんだ、さあ、皆さん、話を聞いてほしいんですよ。今日はめちゃくちゃ怒ってます。全くなんでなのか全くわからない。そう、ちょっと聞いてほしいことがあって。12月、昨年ですよ、昨年。12月ですね。小屋ちゃんは過去最高の収益だったんですよ。小屋っきーさんがいなくなってね、こんなにね、一人でやってきて、こんなに嬉しいことはなかったんですけどもね、みんなからもね、一人でよくやってるねとかね、まあ、言ってくれるんですけどね、よくよく見たらですよ、この12月、めちゃくちゃ問題があったんですよ。何かっていうと、12月といえば皆さん覚えてますか？マニアウィークをやったことを、神木さん、高橋さんに来てもらって、そしてね、満を持して小屋っきーさんが復活したわけじゃないですか。ところが、その合間にやった、大家一人の会が全然伸びてへんのっすよ。どういうことかって、俺が分かんのかな、俺結構やってたでみたいな、結構気合入れてたよって思うんですけど、でなぜだって思うわけなんですよ。ちなみにどれぐらい違うかっていうとですね、マニアの平均はなんと10万5000回なんですよ。ところが東屋平均は3万6千回なんですね。いや、3万6千人の方が見てくれてるの分かる、嬉しい嬉しい嬉しい。でも12月と言ったら後ろに回る、そう、銀の盾、銀の盾をねもらった時なんですよ。つまり登録してる人全員がマニアを見てるわけなんですよ。ところが東屋は3万人しか見てない。いや、3万人見てるのはすごいよ、でも7万人どこ行ってみたいな。いやいやいや、でよくよくコメントとか見たら、東屋久々に見たわとか、東屋たまに見るとおもろいとか、なんでやねん、毎日見てくれ、いや、あるやろもっとみたいな。いや、もうそういうことがあってですね、僕はね、非常に怒ってるわけなんですよ。ちなみにですね、この間の期間のなんとマニア界の最高記録が40万回超えとるんですね。ところが、東屋の最低記録が1万7千回なんですよ。なんでこんなに差あんねんと。20倍ぐらい差あるんやけど、こんな差あることあるかみたいな。それがね、僕は非常に怒ってて、今日はね、もうみんなをね、見返したいな。そう、東屋でもしっかり再生数が取れるんだぞということをね、全世界に知らしめようと思うんですよ。というわけで本日は3夜連続ワンピース伝説ナイトマネー。はい、まあ、というわけでね、もうこれ数字取れる言うね、まあ、伝説の企画、小屋ちゃんでおなじみのナイト企画ですよ。まあ、最近ちょっとやってるんですけども、12月はマニアの人たちに4コーナイトと言って4夜連続4コーナイトやってもらいましたよ。先月はですね、ナレッジキングのファイナリストのマシュー君とか、千眼ワンピースのジュンヤ君とかに来てもらってね、表紙ナイトとかもやったりしたわけですよ。めちゃくちゃ面白かった。じゃ、東屋も、ついにナイトをやっちゃおうと。まあ、やはりですね、このワンピースという作品はね、もう世界一売れている漫画。やはり世界一売れている漫画になると、伝説がたくさんあるんですよ。今日から3日間連続で、そのワンピースにまつわる伝説をね、どん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 話していこうと思うんですけど、初日の今日は発行部数、売上、ワンピースの経済効果はどうなのかとか、そして気になる小田先生の年収などがどれぐらいなのかというのをね、お話ししていこうと思います。ちなみにですね、最後には大事な大事な大事なお知らせもあるので見逃さずに。それでは早速第1話目、お金に関するマネーのお話をしていこうと思うんですけども、こんなマネーのお話、このワンピースというのはやはり、ね、非常に大きな大きなお金が動いてるんですよ。そう、どれぐらいかというと、イベントで町おこしができるぐらい。昨年もね、僕たちも行きました。宴島横須賀でイベントやってましたよね。なんとあれ、たった2ヶ月で経済効果、皆さんどれぐらいだと思いますか？数千万。まあ一つの市だし、島だし、無人島だし、甘いです。なんと、たった2ヶ月で2億円も稼いでいるんです。それぐらい効果があると言われております。とんでもないですよね。まあ僕たちもね、行ったらね、コラボメニューとかもね、ガンガン食ったんでね、懐かしいですね。でも、それでも2億円は、とてつもないなーってのもね、思いますね。そしてね、ハローワンピース店とかの各地でやってるわけじゃないですか。これがやっぱりね、その町々のね、町おこしになってるんだっていう感じもしますよね。で、やっぱりね、大きなイベントと言ったら、そう、去年僕たちも行ったワンピース店。ワンピース店はですね、なんと、
これ東京でやった時に90日間で51万人の方が来場したりしてるんですよ。とんでもなくないっすか。入場料だけでね計算したとしてもなんと東京だけで7億6500万、そして大阪で僕たちも言った台湾でもやってたね、これ全部足したらなんと15億6500万にもなるんですよ。こんなに大きなお金ありえます？たった一つの作品の展示会で15億とかのお金動かしてるんですよ。え、どんだけやねんと。やばくないっすか、ちょっと。それぐらい、まあ、やばいんですけど、もちろんそこ行ったらね、グッズとかも買うんでね、実際は絶対これよりも多い額動いてますよ、そこでお金は。ほんまにね、いやもうほんま今日やらしい回やわ。え、でもね、これね、すごいんすよ、マジで。こんなにお金動いてるんや、思うてね。めちゃくちゃテンションが上がってきますね。それはね、これ15億も儲かる分かっとったらね、もうめちゃくちゃでかいビッグマムとかね、もうワンピース店でね、やっぱじゃないです。名シーンの再現とかもね、それはできるわけですよ。もうね、どんどんね、みんなやっぱお金落としてね、どんどんまたいいものをね、見せてもらいたいですね。まあ、というわけでまたね、次のワンピース展がめちゃくちゃ楽しみですね。そしてね、これワンピースのめちゃくちゃすごいところは、専用のテーマパークがあるんですよ。そう。東京ワンピースタワー。これって、ポケモンですらできてないことなんですよ。世界1位のメディア売り上げはポケモンって言われてますよ。ワンピースは20位って言われてます。ところが日本国内ではやはりこのワンピース、めちゃくちゃ強い。専用のテーマパークなんて普通作れないですよ。で、麦わらストアとかポケモンセンターみたいにありますけども、それだけじゃない。ワンピースタワーがあるんだぞと。これめちゃくちゃすごくないですか？なんかワンピースタワーって最初は期間限定でやる予定だったらしいんですけど、お客さんが来すぎて、これはもうずっとやろうってなってるらしいです。で、なんとね、これね、東京のトリップアドバイザーっていうね、なんかそういうショーみたいなのがあったんですけど、日本版のテーマパークでなんと7位にランキングしてるんですよ。テーマパークでですよ。テーマパークとかユニバとかディズニーとか全部ある中で7位にランクしてるね。もうすごいね。たった一つの作品で今度7位ランクでできるなら、いやもうめちゃくちゃ人気の作品だからできることだなって思いますね。ちなみにこれですね。たった3でね、100万人以上の方が来てるそうなんですよ。すごいことですよ。入場料、まあ、3000円と仮定したとしても、30億円も儲かってる。年間10億ですよ。すごいですよ。肩こり1人分ぐらいがね、これ動いてると。めちゃくちゃ大きな金額ですよ。で、これね、ショーとかファントムとかは入れてないんで、ファントムとか入れたら多分この2倍、3倍っていくんでね、もうめちゃくちゃすごい大きなお金がね、動いてるんだなーっていう。それはね、いろんなイベントできますわ。また東京ワンピースタワーでね、イベント行ったらね、僕たちも行きたいと思うので。ぜひ、今年もイベントを期待します。そしてですね、やっぱりこのテーマパークといったらテーマパークの王がいるじゃないですか。そう。ユニバーサルスタジオジャパン。わー。そうです。ワンピースプレミアショー。これ2007年からね、もうずーっとやってるわけなんですけどもね。こちらもなんとね、100万人以上の方が余裕で超えてるそうなんですよ。まあ大体チケットの平均価格が4000円って考えれば、それだけで40億円の売り上げがあってね、さらにユニバ全体で考えたらね、プレショってね、ユニバのチケットとプレショのチケットって別なんで、ユニバに入ったら大体6000円ぐらいはかかるわけじゃないですか。今もっと高くなって8000円近くなってますよ。でも6000円って考えたとしても、60億と40億で100億の効果あるんですよ。もうユニバだけで100億儲かってるんですよ。やばくないっすか？そんなことあるって感じじゃないですか。でですね、これね、経済効果もえぐくて、まあ、どれぐらいえぐいかっていうと、出版業界全体を研究してる出版科学研究所というのがあるらしいんですけども、その出版科学研究所のデータによると、ワンピース全体の売り上げがめちゃくちゃ盛り上がったことになってね、出版業界自体盛り上がったってもう明言してるんですよ。で、出版物全体は1兆8748億っていうとんでもない大きな市場なんですね。このうちワンピースが130億円を占めてたらしいんですよ。なんとこれ、出版全部ですよ。だから学校の教科書とか参考書とか、他の漫画とか小説とか雑誌とか全部含めて、ワンピースが130億円。これって全体の 1% ぐらいを占めそうなんですよ。これ、めちゃくちゃすごくないですか？たった一つの作品が、1%を占めてるんですよ。こんなことってありえないんですよ。それぐらいワンピースって大きなことを成し遂げてるんですよね。大きなことって言ったら今話題のね、実写あるじゃないですか。ワンピースハリウッドで実写化されるって言ってますよ。まあ、賛否両論はあれど、これね、去年のインタビューとか見てたら、テレビシリーズ最高の制作費をかけるって言ってるんですね。その制作する担当する人が。その担当する人も無名の人じゃなくて、プリズンブレイクとかを作ったすごい人なんですよ。決め手は予算、お金なんですよ。ちなみにこれ、
これテレビ史上の最高予算って今までどういうものがあったかといえば、ゲームオブスーロンズっていう作品があるんですけど、これなんと800万ドル、約80億円かけてるんですよ。ということはワンピースはもしかしたら1000万ドルぐらいをかけてね、制作されるかもしれないんですよ。やばくないっすか？そんなすごいことあるって感じないっすか？でもね、ワンピースが与えているグッズとかのね、影響を考えれば小さいんですよ。東亜の取締役にも入られてるんで、かなり偉い人ですよ。その清水さんって方がおっしゃっていたんですけども、ワンピースの関連グッズを含めた市場規模は1000億円って話してるんですよ。1000億みたいな。そんなことあるみたいな。やばくない？もう桁大きすぎてよくわかんないですもんね。1000億ってもう想像つかないじゃないですか。何に使うねんそのお金みたいな。そんだけあっても何ができるかもわかんないじゃないですか。どうすんのみたいな。それぐらいの経済効果を生んでて、もうワンピースがもし突然終わるようなことがあったら、失業する人がかなりの数出るらしいんですよ。だからワンピースはこうやって終わりますよっていう告知してるらしいんですよ。安室奈美恵さんとかもね、ワンピースの主題歌を歌ってる同じで、やっぱり1年後とかに辞めるって言っとかんと、失業する人がめちゃくちゃ出るから先に言っとくらしいんですよ。5年で終わるって言ってるのはそういうこともあるらしいです。でね、肝心な1000億の市場を作り上げている小田先生の収入がどうなるかっていうのをちょっとお話していこうと思います。こんだけね、もうすごい作品、世界一の作品を作ってる漫画家とのもなると、やっぱりね、えげつないですよ。まあ、小田先生毎年ね、手塚賞のコメントで、もう漫画家になればね、美味しい肉食べ放題ですとか、ガチャも引き放題だよ、課金し放題だよ、みたいなこと言うてるわけじゃないですか。まあ、そういうことを言ってるわけで、まあ、ということは、相当持ってると思うんですよ。羨ましい。じゃ、どれぐらいかっていうお話をしようと思うんですけど、まずワンピースがどれぐらい売れてるかっていうお話ちょっと復習しますね。これ復習すると、ワンピースの累計発行部数は、2019年3月の時点で3億8000万部って言われていたんですよ。で、その時点で、最も多く発行された単一作家によるコミックシリーズという硬い文面で、なんとあのギネス記録に認定されてるんですよ。とんでもないことですよね。ギネス記録に認定された時の数字は、3億2086万6000冊って言われておりますよ。もうすごい。意味がわからない。3億って。日本の人口より多いじゃないですか。そんなことあるみたい。でね、これ数字だけ言われてもピンとこないっていう人いると思うんですけども、まあ、ちなみに今ワンピースはさらに数字を伸ばして、4億6000万部、日本国内で3億9000万部、海外で7000万部って言われてますよ。2位以下はどういう作品があるのっていうと、そう、ドラゴンボールとかナルトがあるんですよ。この2つの作品の発行部数は、どちらも2億5000万部って言われてるんですよ。ドラゴンボールとナルトという作品をですね、1億以上も上回ってるんですよ。とんでもないっすよね。でですね、2010年の3月、まあ、57巻、頂上戦争の時ですね、めちゃくちゃ勢いがある。この時に初版300万部以上、とんでもない大記録を成し遂げてるんですよ。これどれぐらいすごいかっていうと、今騒がれている鬼滅の刃。これ初版100万部なんですよ。その3倍。今の鬼滅の3倍騒がれてるって考えたらとんでもないですよね。それをなんと小田先生は10年続けてるんですよ。そりゃコンビニでも、どこにでもワンピースの単行本は置いてますよ。それぐらいやっぱりね、影響力があるんですよね。ちなみにですね、ワンピース過去67巻の時に、初版405万部という記録を達成してるんで、いや、鬼滅の4倍って考えると、めちゃくちゃ勢いありますよね。でね、じゃあワンピース1巻の時、初版の時って、どれぐらいだったの？最初の作品だから、それすらもう伝説じゃないのと思ったかった。そうなんですよ。ジャンプでも最高クラスに位置する初版1巻で30万部吸ってるんですよ。考えられなくないですか？小田先生まだ僕より年下やった時に書かれたんですよ。ジャンプって1冊あたりの印税が40円って言われてるんで、1巻を作るだけで1200万も入るわけなんですよ。もうこの時点でえぐいじゃないですか。僕と同い年ぐらいの人がいるたら、まあわかると思うんですけど、1200万とんでもなくないですか？僕の借金ほぼ全部終わりますよ。まあ、それでも終わんないのがちょっとやめですね。まあそんなわけなんですけど、そんなとんでもなく売れてるんですよ。普通の漫画は1万部ぐらい。どれだけ最近売れてるなと思っても20万部ぐらいだそうなんですよ。一巻出すときって。それがワンピースはこれはいけると思ってジャンプは30万部吸ったらしいんですよ。もうこの時点でかなり伝説ってのがわかりますよね。ちなみに、最初の1億部突破までも7年という史上最速のペースでいってるんですよ。これとんでもないんですよね。で、その後も、さらに売り上げスピードを伸ばして、5年9ヶ月後には2億部達成。さらに3年後には3億部を達成してるんで、だいたい年にね、1000から2000万ずつ売れているとね、とんでもない数字なんですよ。
ピーク、2010年、2011年は頂上戦争の時やったんですけど、この時は年間4000万部以上売れてる。またこれね、この2010年と同じようにね、パーンってこれ4000万部、5000万部をね、行く時が来ると思ってるんですけどもね。まあ、そんなわけなんですけども、これね、どんだけ過去これで印税が得られたかっていうお話なんですけども、どれぐらいの売り上げになるかっていうと、これね、計算したんですよ、僕。なんと、1820億円の売り上げを、たった一つの漫画を売るだけで作ってるんですよ。やばくないっすか？そんな小田先生の年収なんですけども、実は過去テレビ番組、本当に知りたいあの質問バカなふりして聞いてみたという番組で2011年調べてもらったことがあって、それが31億円なんですよ。内訳は、原稿料5万円。まあ、やっぱ小田先生トップクラスの漫画家なんで最高級のね、原稿料ですよ。で、1話20ページ、48週で4800万。この頃はね、月1救済してなかったんで。で、印税が420円の10%で42円で3234万部売れてるんで、まあ、13億。原作使用料アニメ1話30万円かける50週プラス映画1本100万円で1600万円で、海外収入これ2億円。まあ、これ編集者の、まあ、予測らしいですけど、でキャラクターグッズが15億、結果年収31億2228万。なんか端数の2228とか言わんでええやんと思うんですけど、冷静に考えてください。年収2000万って普通に高すぎますからね。ところが、その上に、前に31億ってつくんですよ。これ、とんでもないですよね。ちなみにこの31億という数字がどれぐらいすごいかというと、一郎選手、レジェンドですよね、野球界の。あの、一郎さんですら、最高は18億5400万円、まあ、日本円換算ですけど、ぐらいだったって言われてるんで、とんでもない額なんですよ。田中のマー君も23億とかなんで、もうそれを超えてくる。とんでもないんですよね、31億っていう数字は。で、これ2011年とかの数字なんで、今ってワンピースのグッズさらに海外展開もしてる、さらに部数も伸ばしてるじゃないですか。今ってもしかしたら、これ以上小田先生は稼がれてるかもしれません。世界一売れた漫画からだからこそ、もうこれだけ入ってくるんだなっていう、とんでもないね、世界ですよね。ただね、これね、小田先生のすごいところはね、自分のね、そのね、私腹を肥やすたびのお金を使うわけじゃなく、自分が育った熊本にね、ルフィ名義ですよ。しかも、自分の小田先生名義じゃなくて、ルフィ名義で、8億円を寄付したりするわけなんですよ。こんなことなかなかできないですよ。いやー、いくらね、震災復興のためとはいえ、そんなことができる小田先生って本当すごいなって思いました。また今年もね、どこかでね、僕たちも像を見に行きたいとね、思ってるのでね、本当にこれはすごいなって思います。そしてね、熊本県からはね、栄養賞ももらわれたりとか、もうお金じゃない部分でもね、もうめちゃくちゃね、栄養を持たれていてね、まさしくね、富、名声、力、その全てを手に入れた男、小田栄一郎。という感じですよね。はーい。というわけでね、初日の伝説はいかがだったでしょうか？まさしくロジャー級の伝説だったでしょう。明日はね、ワンピース本編に関する伝説、お話していこうと思います。そしてですね、まだ伝説的なお話があるんですよ。そう。それが何かというと、伝説的なフェスが行われます。3月14日、東京。3月21日、大阪。小屋フェス。カタルシス。まあ、小屋っきりチャンネルのオフ会をやるんですけども、小屋っきりさんは来ますし、そしてね、ゲストには、なんと、あの、大月真紀さん。ワンピース界のね、もう、アニメを見てる方にとってはレジェンドじゃないでしょうか。そんなね、大御所家族が来て、一緒にイベントをやります。申し込み方法なので、こちら概要欄に書いてあるので、見てください。また、Twitter や LINE や TKF の方でも情報を流していくので、ぜひチェックしてくださいね。それでは、明日もまた伝説を話します。See you!今日も一日お疲れ様です。小屋ちゃんクルーのお待ちかね。 Twitter、LINE アットもやってるよ。絶対フォロー、チャンネル登録してね。お風呂の前は小屋キーチャンネル。